ようこそ俺たちのジャパンへ。皆さんは日本の察するという文化について考えたことはあるでしょうか。おそらく多くの人は無意識に行っていて、特に何も考えたことはないのではないでしょうか。しかしこの文化は海外の人にとっては特に理解するのが難しいと言われています。さて今回はアメリカから家族でやってきたある女性のお話です。文化の違う日本で子育てをすることになった彼女は、日本での子育てを経験して一体何を思ったのでしょうか。私はアメリカ生まれのアメリカ育ち。もともとはコロラド州のデンバーという町に夫と息子と3人で暮らしていたわ。そんな私たちは現在日本で暮らしている。今の生活は5年前に夫の仕事の都合で日本に引っ越すことになったのがきっかけなの。最初は日本に来ることを反対していた私だけど、今では日本に来れて本当に良かったと思っているわ。私が日本に来る前に感じていた不安は主に子育てについて。当時息子はまだ7歳で小学校に入って間もない頃だった。そんな時期に日本に引っ越すなんて息子がかわいそうだし、日本の言葉や文化の違いに絶対苦労するだろうからという理由で、私は日本に行くことに反対していたわ。でも夫がどうしても一緒に来てほしいと言うから、仕方なく日本に来ることにしたの。だから私は本当は日本に行きたくなかったというのが正直な感想ね。でも日本に来て5年が経った今、私は日本に来れたことを幸運だったと思っているわ。その理由はくしくも私が心配していた子育てによるものなの。日本に引っ越ししてきて間もなく、息子は日本の小学校に転入したわ。これまで通ってきたアメリカの小学校とは全く異なる環境に、息子も最初はかなり困惑していた様子。何せ言葉も文化も何もかもが違うから、随分と大変だったと思う。でも3ヶ月も経つとだんだんと学校での生活に慣れていったみたい。それを見て私もほっとしたのを覚えているわ。そして息子が日本の小学校に通い始めて半年くらい経った頃、息子に嬉しい変化があった。それは息子が家で自分の食器やおもちゃを片付けるようになったことよ。これは私にとってはちょっとしたサプライズだったわ。それまでは食べた食器は出しっぱなしだったし、遊んだおもちゃもそのままだったから、私も別にそれが普通だと思っていたし、自分で片付けてと言った覚えもないのだけど、ある時から自然と片付けをするようになったからちょっとびっくりしちゃった。私は不思議に思って、どうして片付けをするようになったの？と聞いてみたわ。そしたら、学校では掃除も食器の片付けも自分でやるからとのこと。私はなるほどと思ったわ。そういえば日本では掃除も食事の準備も全て子供たちが自分でやるのだと前に聞いた。ちなみにアメリカでは掃除は用務員さんの仕事だし、給食も受け取るだけなのが一般的だわ。日本のように掃除も食事も全て子供たち自身にやらせるっていうのは世界的に見ても珍しい方よ。でも息子の成長を見ると、日本のこういう教育はいいかもしれないなと思ったわ。そんな嬉しいこともあったけど、やっぱり大変なこともあった。それは息子が10歳の頃のこと。当時息子は気持ちを察するという日本独特の文化が理解できずにとても苦労していたわ。思ったことはそのまま言う、言われたことはそのまま受け取る、自己主張ははっきりするというのがアメリカ文化のスタンダードだから、そことのギャップにはかなり苦戦したようだったわ。まあ仕方ないわよね。私だって未だに日本人の察してよというのは理解できないもの。とにかく息子はこれが原因で友達と衝突することが増えてしまった。これはほんの一例だけど、サッカーの授業でこんな出来事があったと聞いたわ。
試合の前にゴールキーパーを一人決めなきゃいけない時に誰も立候補する人がいなかった。その時に息子が一番背が大きいという理由で一人の子を推薦したの。〇〇くんがやったらいいんじゃない？一番体が大きいし、どう？その子はそれに対して、あー、うん、いいよ、と言ったらしい。ただ、その子は体は大きいが気は小さいタイプで、あまり自分の意見を言えない子だった。この時、息子以外はその子が本当はやりたくないことに気づいていたみたい。でも息子は気づかなかった。だから、オッケー、じゃあ決まりね。それじゃ始めよう、と言って試合を始めようとした。そしたら一人の子が、〇〇くんかわいそうじゃん、と言い出したそうだ。息子は、なんで？と聞き返した。その友達は、〇〇くんやりたくなさそうじゃん。それなのに押し付けてかわいそうだよ、と息子を責めた。息子も、なぜ自分が責められているのかわからず、〇〇くんが自分でやるって言ったじゃんか。やりたくないならそう言えばいい、と言い返した。さらに息子は、どうなの？やりたくないの？さっきはやるって言ったよね、とその子を問い詰めた。するとその子は泣き出してしまった。自分のせいで友達が喧嘩になってしまったこと、そして自分の意見が言えないことで思わず泣いてしまったのだろう。結局この後、先生は息子を呼び出して以下のように諭したようだ。友達の中には自分の意見を言えない子もいるから、相手の気持ちも考えられるようになろうね。先生は息子にそう言ったらしい。息子はこれに納得がいかなかった。自分はちゃんと本人に確認したのに、本人がやるって言ったのに。息子は先生にこう繰り返したらしいわ。そして息子は最後まで反省の態度は見せなかった。そういう時は決まって先生から電話がかかってきたわ。息子さんがお友達と喧嘩をして相手の子を泣かせてしまって、私はその時は先生に謝るんだけど、正直息子に同情する気持ちの方が大きかったわ。私たちアメリカ人にとって気持ちを察するという日本の文化は特に理解するのが難しかったから、それが原因で息子が苦労していることがとてもかわいそうだった。そんな出来事が続くと、ああ、アメリカの学校に行かせてあげればこんな苦労をさせずに済んだのにな、と当時はよく考えたものよ。だけども結果的には私は日本で子育てができたことを後悔していないわ。むしろ幸運だったと思っているの。その理由は文化の違いによる様々な苦労を差し引いたとしても、日本で子育てをしてよかったと思える素敵な出来事があったから。それは息子が12歳になった頃、息子の授業参観に行った時のことだわ。一通り授業が終わって帰ろうとしているところ、息子の担任の先生から呼び止められたの。私の脳裏には以前何度か先生から電話がかかってきた記憶が蘇り、ああ、また何か注意されるのかしら、と少し身構えたわ。しかし先生からかけられた言葉は、私の予想に反したこんな言葉だった。息子さん変わりましたね。私が先生からの思いがけない言葉にあっけに取られていると、先生はこう続けたわ。息子さんはこの1年でとても変わりました。特に変わったのは、友達の気持ちを想像して行動できるようになったというところです。この前なんか具合が悪そうな子の代わりに掃除や給食の当番を全部やってくれたんですよ。それも本人がお願いしたわけじゃなく、自分で気づいてです。さらに言うと、その友達が具合が悪そうなことに誰よりも早く気がついたのは息子さんなんです。お友達も本当はちょっと辛かったから変わってくれて嬉しかったととても感謝していました。息子さんにどうしてわかったのか聞いてみたら、普段と違って少し元気がなかった。大丈夫？と聞いたら、大丈夫と言ってたけど、〇〇くんは我慢しがちな性格だから本当は辛いのかもと思って、と言っていました。それを聞いて私も思わず驚いてしまいました。
去年の息子さんの様子を思い出して、まるで別人のようにご成長されたと感じました。今では困っている友達を率先して助けたり、クラス委員長としてみんなのリーダー的な立場で毎日頑張ってくれていますよ。私はこの言葉を聞いて本当に嬉しかった。さらに先生曰く、息子はもともと持っていた自己主張ができる性格に周囲の気持ちを察する力が加わったことで、周りの気持ちを汲み取りながらみんなを引っ張っていけるリーダーのような子になってくれたとのこと。最後に先生は、今ではクラスのみんなや担任の私でさえも息子さんのことを頼れる存在だと思っています。私もいつも彼には助けられていますよと笑顔でこう付け加えた。私は先生の話を聞いて思わず涙がこぼれてしまった。息子が日本の文化にとても苦労していたのはそばでずっと見てきたし、それを見ていて私自身もとても辛かったから、息子は困難を乗り越えてしっかりと日本のいい文化を吸収して自分のものにすることができたんだ。そんな息子を知って私はとても誇らしかったわ。気持ちを察して行動するという力はアメリカで暮らしていたら養われなかった力だろう。日本に来て日本の文化の中にいたからこそ、息子は周りの気持ちを考えて行動できる優しくて責任感のある子に育ってくれた。私は親としてそんな息子の成長が嬉しくてたまらなかったわ。そして現在、息子は春から日本の中学校に進学する予定。日本に来て私も息子も文化の違いに苦労することはあったけれど、結果的に私は日本で子育てができてよかったと心から思っている。それは日本で子育てをしたことで息子のとても大きな成長を見ることができたから。日本の文化や道徳教育は素晴らしいわ。幼少期を日本で過ごせたことは息子にとって将来とても大きな財産になると思う。私たちはこれからずっと日本で暮らすかどうかはわからないけれど、どの国に行っても息子には日本で養われた気持ちを察して行動するという素敵な心は忘れずにいてほしいと願っているわ。息子さん、無事に日本の文化に馴染めてよかったね。察するって難しいんだな。無意識でやってるから全然考えたことなかったよ。いやいや、僕らにとってあれは本当に難しいことだよ。なぜ日本人は何も話さずに相手の気持ちがわかるんだい？それも難しいけど、俺が思う最高に難しいケースは言ってることと本心が違う場合だね。文化の違いによって息子が苦労することを心配していた母親。確かに彼女の予想通り、息子さんは察する文化に頭を悩ませることになりますが、結果的にはそのおかげでとても素晴らしい成長をすることができました。改めて日本の文化や道徳教育に感心する結果となりましたね。これからも思いやりの精神は大切にしていきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。